こんなことになるなんて。何があったんだ、ジークはなぜあんなことを。ここでは誰かが変異したら、一番親しい人の手でその命を終わらせるという掟があるの。そうすれば少なくとも人として死ねる。シャーリンがあんなことになって私たちだって辛い。でもジークは、パールと私はここに残ってみんなの動揺を抑える。ジークのことは俺が様子を見てくるよ。
ジーク、シャーリーを眠らせてやろう。シャーリーはまだ死んでない。分かってると思うけど、現実を受け入れるしかない。シャーリーはもう。結論を出すのはまだ早い、フランツ。この少女は新たな命を賜る。この子は何になるんだい？クローン？ロボット？それとも君みたいな存在かな？生命の形式にとらわれるなんて浅はかだ。時間が来た。行こう。ジーク、何を選ぶべきかよく考えるんだ。俺はこの子を家に連れて帰る。おっと、全部見られてしまったか。ジークと一緒にいたのは誰だ？古い知り合いさ。それほど親しくはないけどね。あの人言ってたよな、シャーリーにはまだ希望があるって。それ本当なのか？俺の知る限りでは、一度始まってしまった変異は止められない。気の毒な感染者にしてやれることは、人のまま命を終わらせてやることだけ。じゃあシャーリーは？彼らがどうやってあの子を救うつもりかは知らない。だが、命は取り留めてもシャーリーは俺たちの知ってるシャーリーのままだろうか。ん？何か言いたそうな顔してるな。ジークに頼まれてそいつに会いに行った。そうだろ？知ってたのか。ジークならそうするだろうと思った。で、そいつは君になんて？その人には会えなかった。通信機を使って SOS を出したら協力するという返事が戻ってきた。それと実験記録のようなものを見つけた。タイムルインズについて書いてあった。タイムルインズか。ずる賢いやつめ。俺としたことが不覚だった。ジークが助けを求めた相手って？アイダの子のボス、コードネームはサーガ。組織内でも奴は極めて神秘的な存在だ。奴が本当にこの島にいるとしたら、さらに面倒なことになりそうだね。シェルターに帰ろう。みんなはまだジークがいなくなったことを知らない。戻ってみんなと相談しないとな。待って、フランツさん、手伝ってもらいたいことがあるんだ。ん？どうしたんだい？俺の身元のことなんだけど、俺、ハガードの人間なのかもしれない。なんだって？記憶をなくしているんじゃなかったのか？うん。でも俺には、ハガードの武器使用権限があるらしいんだ。シャーリーは、あなたなら俺の身元を明らかにしてくれるかもしれないって。この件は君とシャーリー、他に誰が知ってる？いや、シャーリーは他の人に話す余裕はなかったと思う。よし、状況は理解した。君をハガードに連れて行く。君が本当にハガードの人間なら、彼らがそれを証明してくれるだろう。ただし、この件はまだシェルターのみんなには黙ってろよ。今はできるだけの面倒事は避けたい。わかった。
何？ジークとシャーリーが連れて行かれただと？なんで止めなかったんだよ。止める？彼の性格は君だって知ってるだろう。クソ、ジークを連れて行ったのは誰だ？アイダの子だ。ジークはシャーリーを救えるという奴らの言葉にまんまと乗せられたんだよ。アイダの子だって？ハガードを倒そうと企む奴らだろ？あいつらがなんで？それはジークとシャーリーの両親はかつてアイダの子のメンバーだったからだ。嘘だろ。そんな、ジークはそんなこと一言も言ってなかったぞ。二人の両親に起きたことは悲劇としか言えない。ハガードとアイダの子との争いで犠牲になったんだ。だからこそジークが今望むのは穏やかな生活だけだったはずだ。だがジークを仲間に引き入れたいアイダの子にとってシャーリーは最高の駒だ。妹を助けるためならジークはどんな犠牲も厭わない。つまり今回のラベンジャーの襲撃はアイダの子が裏で糸を引いてたってことか。アイダの子が直接関係しているとは言い切れない。だが俺の知ってるアイダの子は目的のためなら手段を選ばない奴らだよ。ジークを連れ戻さねえと。あいつが狂った奴らの駒にされてたまるか。俺に任せて、絶対にジークを見つけてみせる。アイダの子は一筋縄じゃいかない相手だ。お前さんもわざわざ自分から苦労を背負い込むことはないぞ。助けてもらった恩返しがしたいんだ。パル、シェルターにはいろんなことがあったばかりで、今は再建と秩序の回復が最優先だ。君がいなくちゃ困る。だからジークのことは俺たちに任せてくれ。俺はこの子を連れてハガードに行き、上層部に今回の件を知らせてくる。きっと協力してくれるはずだ。ありがとう、フランスさん。気にすることはないさ。君の乗り物を用意しておいた。外にあるから、準備ができたらオムニアムタワーに行こう。ハヤブサ号を試してみましょう。聞きました。シャーリーとジークは本当に戻ってくるでしょうか。ミアは体内の共感回路の振動を感じることができます。シャーリーとジークは大切な仲間です。私は壊れたちっぽけな AI サーヴァントですが、二人を探し出せるのなら一緒に連れて行ってください。行こう。そして必ず4人で帰ってこようね。